まもなく開演いたします。非常に暑くなっておりますので、こまめに水分補給をするなど体調管理には十分お気をつけください。Thank you.
皆さん、こんにちは。本日は兵庫県警察音楽隊の金曜コンサートにご来場いただきありがとうございます。1曲目は皆さんご存知のスイングジャズ、シングシングシングを演奏しました。それでは本日の金曜コンサートはここディオドームをお借りして明るくそして元気に演奏したいと思います。本日は非常に暑くなっておりますので、こまめに水分補給をするなど体調管理には十分気をつけて、どうぞ最後までお楽しみください。それでは指揮者を紹介しましょう。学長松浦春信です。申し遅れましたが、私は本日の司会を担当します。カラーガード隊ホップスの笠井と申します。どうぞよろしくお願いします。それでは早速2曲目に参りましょう。さて皆さん、童謡どんぐりころころはご存知ですよね。次は皆さんの交通安全を願って、この曲を交通安全の歌詞に変え楽しくお送りします。それではどんぐりころころの音楽に乗せてみんなの交通安全です。どうぞ。疲労などから運転操作や判断の誤りが増えて交通事故が発生しやすくなります。
思いやりのある交通マナーで交通事故がなくなりますよう、ご協力をよろしくお願いします。もう一つ皆さんにお知らせです。兵庫県警察では県民の皆様の安全と安心を守るために、ふるさと納税制度を活用して暴力団事務所撤去活動を支援するための暴力団事務所撤去応援プロジェクトや、犯罪被害に遭われた方を支援するための犯罪被害者支援プロジェクト、通学における子どもの安全を守るためのながら見守り活動プロジェクトに取り組んでいます。各プロジェクトの内容やご寄付の申し込み手続きについては、兵庫県警察のホームページをご確認ください。多くの皆様からの心温かいご協力をお待ちしております。さあ次はユーミンの愛称で親しまれ、長年シンガーソングライターとして第一線で活躍している松任谷由実さんの名曲をメドレーにして演奏しましょう。曲は飛行機雲、ルージュの伝言、優しさに包まれたなら、春よ来い、真夏の夜の夢、以上6曲です。題してユーミンコレクションです。どうぞ。
演奏しました。さあ次は真夏の果実を演奏しましょう。サザンオールスターズの夏を代表する一曲ですよね。それではどうぞ。演奏しました。さあ次はフライデーナイトファンタジーを演奏しましょう。この曲はフランスの作曲家ピエール・ポルトがテレビ番組金曜ロードショーのテーマ曲として作曲した作品です。1985年から
1997年までの間、番組のオープニングテーマ曲として使用されてきました。トランペットの哀愁漂う旋律をお楽しみください。それではフライデーナイトファンタジーです。どうぞ。フライデーナイトファンタジーを演奏しました。お楽しみいただきました。今月の金曜コンサートは次で最後の曲となりました。最後は長年にわたり人気を集めているテレビ時代劇の主題歌をメドレーにして演奏しましょう。曲は水戸黄門、銭形平次、大江戸宗左門、大岡越前、暴れん坊将軍、以上5曲です。題してジャパニーズグラフィティ時代劇絵巻です。どうぞ。
このように YMCA の頭文字を一緒に作って掛け声もぜひお願いします。それでは YMCA の Y からいきますよ。せーの、 Y。 夜の道ライトテント忘れずに。車や自転車を運転するときは早めのライトテントを心がけましょう。夜外出する歩行者の方は明るい服装を心がけ、夜行反射材をぜひ活用してください。次に、せーの、 M。 目と手で合図、横断歩道。横断歩道とは歩行者、運転者の双方がアイコンタクトや手を挙げるなどの合図をし、思いやりの心を持ちましょう。ドライバーは横断歩道の手前でアクセルから足を離し、ブレーキをかけるように心がけましょう。次に、せーの、 C。 チャイルドシートとシートベルトはみんなの命綱。いざという時に自分の命を守るためにも、車に乗る時はどの席に座っても必ずシートベルトをつけてください。最後に、せーの、 A。 あかんで、飲酒運転。自動車でも自転車でも飲酒運転は犯罪です。お酒を飲む量に関係なく、少しでもお酒を飲んだら絶対に運転をしないでください。交通ルールしっかり守りましょう。それでは演奏に戻ります。いきますよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。